さあやっていきます。スパロボアルファ実況パート2パート3です。どうもアザラシです。もうパート3なんだね。早い早い。そして今気づいたんだよ、この改造しようと思って、武器改造しようと思って気づいたんだけどさ、アルファって一つ一つの武器上げていくんだね。そんなだったっけっていう。熱いな、やっぱりちょっと面白くなってきた。昨今のスパロボってさ、武器だったらさ全部上がっちゃうんだよね。武器改造したら全部だから、バルカンだけやたら強いみたいなのができないんだよね。バルカンの威力がチャクラムシューター並みとかできないんだよ。これはできるんだよ。全体がこうね、一つずつ上げられないみたいなね。なんでこのフォトンライフルめちゃくちゃ上げます。上げられない、こんだけ。あっちゃー、リアルロボット機だから、ゆくゆくはこのアザラシのね、HP200 上げるだけ。もしもこのアザラシが落とされたら、もう試合終了だよな。正直。正直もう試合終了だよな。感想とかないよな。よし、行こう。おお、魔人が。魔人号じゃねえか。やっていこう、やっていこう。もうパート3ですけど、浮かない顔してらっしゃる。僕はあの子、リンを助けられなかった。僕はこれからどうすればいいの？自分で僕とか思う？自分の一人称、僕は。まあ、僕。まあまあいいや。いろいろだな。人間いろいろだ。グリーンノア2では何が目的で？それを確かめに行く。艦長、それ以上喋ると、アザラシ君が月に戻れなくなるぞ。聞かなかったことにするわ。私がリック・ディアスで偵察に出よう。独特ではないからな。ザンと戦うのか。僕もヒョッキバインで一緒に出撃させてください。この作戦は君が考えているほど容易なものではない。それに我々へ手を貸せば後戻りができなくなるぞ。君は我々とは違う任意幹事ということを忘れるな。はい。うぬぼれてもらっては困るな。我々は君の手を借りねばならぬほど。戦力的な面では困っている。ほんまか？アポリーとロベルトしかいないぞ。シャア以外に。本音は仇討ちか。だがそういう感情いずれ、己の身に最悪を招くぞ。引き下がるね、ずいぶんと。熱いじゃないか。訓練もろくにしていないアザラシ君ですか。意表をつくためにも。クワトロはなんか今一つ面白くなさそうだな。今一つ。まあこんなね、こんな男じゃちょっとね。赤い彗星と呼ばれた男。誰にだ。クワトロ・バジーナ隊員です。だがジオンは赤い彗星の力を十分利用できなかった。なんか語っとるな、オスターの二人が。なんかペチャクチャ語っとるな、オスターの二人が。なんかね、スパロボのシリーズの中ではシャアが適当になって戦うことがあるよね。クワトロというか、最後的にカミーユ。俺だって誰でも分かってしまうだろう。勝ち切れてやがる、カミーユの野郎。まだカミーユがこの時点で戦闘機に乗ってないの新鮮だな。戦闘機ではその女の名前なのに何だろうとか言ってしまいましたな。舐めるな、ベシッこいつ。いきなり切れる若者。そいつを抑えろ。危険人物だ。ジェイドは今のうちに殺しておいた方がいいぞ。こいつは殺しておいた方がいい。相手は民間人だろうが。ジェイド、お前の未来を思うなら、カミーユは殺しておいた方がいい。ゲッシュ。グー。
まあ普通の軌道ですと前立ってる。ファーって可愛いよね、実は。実はファーって可愛いよ。あまりよく知られない事実だね。実は可愛い。ガンダムマーク22機、マラサイ3機。一機はあんなところに。この感触、アムロレイ、ララースンか。いや、違う。あの二人がこんなところにいるわけがない。どうしたんですか？ガンダム。あのシルエットは間違いない。ガンダムだ。だから、ヒュッケバイオ見た瞬間に一瞬ちょっとガンダムだって言ったらいいんじゃないか。ああ、ヒュッケバイオもだいぶガンダムっぽいかな。へえ。戦争のガンダム動くぞ。さすがはガンダムだ。セールがジム・クエルとは大違いだな。クエルってなんだっけ、どういう意味なんだっけ。あれに隣接し、ダッシュする。いいな、ターゲットのガンダムはこれだ。我々の機体をあの隣まで移動させればいい。よし、行こう。ふんふん。戦闘せずにガンダムを奪うのか。確かに難しい。ヒュッケバインタイプ。よくわかるね、一瞬で。ゲリラ。ゲリラっていうかテロリストだよな。多分。ティターンズ側からしたら。言い方を改めればだけどね。確かね、あれ？まあいいか。行こうか。ほな行こうか。主人公もしくはクワトロがあそこに近づけばいいんだろう。うん、ランマ。これでいいんじゃないか。あ、まだか。はい。ちょっと遠いな。ほい。これは？ない。ほい。まあ、特にこう。戦闘らしい戦闘もしてないけど、もう7分が経過してるんだな。ほい。オッケー。うわー、敵モビルスーツの襲撃だ。バスク。エマ注意と言ったな。君たちはスペースの上全てを敵に回すつもりなのか。とにかく、この時点に対応しろ。私は民間人を避難させる。命令なしで動けんのか、この人は。あれはガンダム。火が入っている。親父のコンピューターからデータを盗み出しても役に立つので、よーし。赤いモビルスーツを見れば何でも赤い彗星じゃないかって言うんだったら、こっちのマラサイはどうなの？赤くないっていうの、オレンジだから。なんだと、証拠を見せてやる。証拠？隔離婚。ああ、もう敵のど真ん中だけど大丈夫？囲まれてない？むしろマラサイに来と黒いガンダムマーク2に囲まれてない？死ぬよ、神。そこだ！ビューイン。なんてことないことだけどさ、突撃するときに盾を前に構えていくのいいね。今一瞬見て思った。君の名前は、神指弾です。君が我々の敵でないというなら協力してもらおう。勝てるかこの状況。包囲されてるけど、いきなり勝てるかこれ。ちょっと神湯くんあんたちょっとバカだよ。それはあんたちょっとバカだよ。これに勝てると思えんし、こっちから逃げるしかないよな。どうだろうな。一発何も使わずに言うか。うん、そうしよう。フェーズ終了です。
こうしかできねえ。なんでそこで、なんでそこで、ジェリドは、やるしかないか。ここは回避できる。一番手前のマラサイを攻撃しといて、ヒュッケバインで攻撃して、抜け道を作っといて逃げるしかないよな。それ以外にはちょっと考えられない。避けろ。かすめただけですね。ジェリドかって今言ったな。なんで名前がわかるんだ。1500ぐらい。3148。強っ。強いな。ん？あそこを突破口にするか、したら。できるか。そんなことか。これが一発で避けてくる。これは回避だな。24%。ちょっと気が毒ないか。いきなり四面楚歌だもんな。どうする？避けてくれ。よし。テレレレレレレ。ここからが、あら、あいつらバカなの？努力して。こいつにはひらめきだけだし、もう一発ひらめきするか。まあ紙は使っていくか。だからこれでバルカンでいいな。十分バルカンに倒せるよな。 97% 97%。 89%。 バルカンだな。バルカン。でねーねー。てれれれれれ。てててて。てててて。てキレすぎでしょ。キレすぎでしょ。ドドドドドドド。いいね。当たった感じがいい、バルカンな。ちゃんとバルカンがしっかりダメージを与えてくれる。これはいいスパロボですね。銃とかになるんだよ。なんか F とかだと。ある程度の防御いかないと。ジェリドシス。集中。リピアキット。さあ、どうするかな。さあ、どうするかな。誰にもダメージちゃんと与えてないよな。こっからどうするか。集中して。クレイバズ。クレイバズか。やっぱ宇宙 B なんだ。これのせいか。ワンマップできるよ。動画的には。20分とかじゃない単位で。なんか、シリキレトンボにするのも嫌だしね。どう？どうどう？おぉ。強い。当たらん。当たりはせんよ。さあどうする。さあどうする。努力してるけど、レベル8でしょ。カクリコンがレベル8。カクリコン倒せれたらいいんだけどね。倒せんよな、多分。まず攻撃ができない。残念。ツインバルカンを使う。いや、倒せん気がするな。フォトンライフルだな。おとなしくフォトンライフル。うん。うん、しょうがない。おとなしくフォトンライフルだ。
本当はツインバルカン使いたいけど、ツインバルカンの方がいいけど、位置的にね、いいけど、まあでも、僕がやらなきゃダメなんだ。声ずっと声よ、俺だ。喋るたびに、スパロボのアザラシが喋るたびに声って言って、もう地形適性大きいな。クレイバズーカがあんなに効かなかったのを考えると、 D になるだけで3分の2ぐらいになるのかな、もしかして 30% 減ぐらいダメージが。でーん、しかしこいつの精神コマンドよ、努力しかねえ。撃墜数6、熟練のポイント2よし、オッケー、どんどん来い。ハイパーバズーカ 100%、 強いね、強いね、カミーユ。雑魚狩りどころか、強いの狩りしてる。沈め、同じ機体対決。てガンダムマーク2ってかっこいいよな、ガンダムの中でも。まだ抵抗するのね、シュッとしとる。どこがかっこいいんかな、すべてがもうなんかもう、おお、300、うん、リックディアスはあんまかっこいいと思うな。マラサイのはかっこいいよね。マラサイ色変えたらさ、やっぱザクっぽくなるのかな。緑にしたらさ、ディターンズってさ、地球連邦のさ、組織なのにさ、マラサイとか運用してたらさ、マラサイとか使ってたら、さすがに地球の人たちも、うん、この組織はおかしくねって思わんのかな。思いっきりジオンじゃん、機体自体。思いっきりジオンや。やられる？やられる？やらせはせんよ。この展開でいくと3体倒すには、カミーユがカクリコン倒した方がいいんかな、やっぱり。でカクコ撃破みたいな、うん、ならぴったしいくわ。当たりはせんよ、絶対当たるってのもなんか見てて面白くねえな。絶対倒せるのも見てても、ドン、これでやってくれたろ。うーん、1900、もう一発クレイバズーカを当てれば確かに倒せる。つかぬるいな、ここまでのスパロボは。正直逃げ切れんかと思ったけど AI がアホだった。カミーユにこいつ倒させるわ。そしてこれにこっちを、チャクラムシューターが使えるから、チャクラムシューターでは倒してもねえな、あんまりな。どうしよう、努力があるからこいつで倒してんだけど、まあいいか、まあ良いか、カミーユで倒そう。ビームライフルを使う。ここですけど、いいでしょう、良いでしょう、良いでしょう。ビームライフルなら当たるし、 100% で当たるし、射撃が格闘家だから、そのね、射撃キャラはもう射撃キャラとして育っていくしかないんですね。与えられた初めの基礎値、基礎の防御力、基礎の格闘の値とか射撃の値とかここにあるじゃん、あのパイロットのデータでね、よりもその後どう育てたかの方が大事なスパロボなんですよ。割り振られたその値よりもね。いいね。だからその例えばこうカミーユとか見た時に、確かにカミーユの能力ってすごい、他のパイロットよりもね、射撃157とかあるんだけど、だけども撃墜した機体によってこの値が変わってくるから、カミーユよりももしかしたらアポリを、射撃機体まくったアポリの方が強かったりする。
で、新しい国に関しては射撃の方がちょっと強いけど、格闘ばっかり使ってたら格闘の方が高いキャラになっていく。それってちょっと面白い。自分の育てたい方に育っていくというかね、努力使っていくようにできる限り、それってちょっと面白いんですよ。ちょっとね、オートナイフ使おう。あ、今オフを押した。意識せずオフを押しちゃった。オフを押しちゃったよ。クリーバーズか。これ見せていくよ。これで20分だな。危なげなかったな、今回。あんまり危険みたいなシーンなかったな。ドカドカ当たっていくみたいなのもなかったな。ドン。強い。あっ、びっくりさせちゃった。スタートボタン押しちゃった。頭では飛ばさんように思ってても、体が勝手に飛ばす方向に、戦闘シーンをスキップする方向に動いている。ガンダムマーク2がユーゴに奪われたっていうのかい？そうだ、機動テスト中の封印を使われた。それでもティターン使い、情けない話さね。はいはい。お笑い草だよ。ほざくの。濃いメンツが喋ってる。あれ、バスクとシーマンってさ、直接的な話あったっけ？そんなの。試作4号機と。試作4号機迷惑料ってやつ。貴様。あれ？メギツネめ。全くです。もう時系列ぐちゃぐちゃだよね。バスク、シーマの後にティターン。シーマがね、0083で、コロニー落としを失敗した、コロニー落としをした後にティターンズが結成されるんだから。この時点でシーマとバスクがなんかティターンズうんぬんの話してるのはおかしいんだよな。1号機と2号機の終了終わり。エマ注意も一緒か。はい、それとブライトノア中佐をお勧めしました。呼んだ覚えないぞ。へえ。これ、この主張は正しいの？モビルスーツ戦を行ったんですかとか言ってるけどさ。ゲッシュ。連邦軍なのかティターンさ。コロニーの先住民のスペースノイドの都合を考えて作戦が遂行できるか。なるほどね。黙れ、ゲッシュ。一般の軍律は通用しない。配管を育てておいて何を言うか。ジャマイカンってのはティターンズなんだっけ。ふーん。民間人をこのコロニーから救護生退去。ホワイトベースに乗っけて民間人を月に運ぶ。そしてコロニーを軍事要塞化すると。ストーリーはまあ少し分かった。君の協力でガンダムマックスを手に入れることができた。これも普通ではできないことだ。偶然重なっただけです。このブレックスってやつは基本的にあれだな、人間を信じて戦力にする気まんまだな。人間っつうか若者をさ、戦争に駆り立てようとする悪魔みたいな男だ。試そうとして、例えばこのアザラシがさ、あんまり能力なかったらさ、今の戦闘で死んでるわけだよ。ブリーフィングルームに行くよ。そういうところはあんまり考えてないよな。ハポリどうも。この人はヒュッキバインマーク2。どっちもマーク2だな。どちらもマーク2。マーク2つながり。あと他にマーク2、キュベリーマーク2か。マーク2でつくのは、うん。カミーユ君、少し聞きたいことがあるのだ。何でしょう。戦艦のドックらしきものが記録されていた。グリーンノア2では戦艦が建造されているのかね。うん。贅沢な連中だな、まったく。
ジムとガンダムってそんなに違うのかね。そこのとこよくわかんないんだけど、ジムとガンダムの違い。ガンダムに触覚生えてる、ジムに触覚生えたらガンダムじゃんみたいな。あ、全然資金ない。じゃあここまでっちゅうことにします。ほなまたここまでだな。またねー。